逃げてきたんだよ、プラネットアースに。はい、 GPS 効かなくなってきてて、これってもしかしたらその父ちゃんの病気が、いや、もしかしたら、いや、俺どうしよう、その好きにしたらいいと思います。は？お前何言っちゃってんの、何も知らねえくせに。僕は今すぐ帰った方がいいと思いますけど、でもあなたの好きにしたらいいと思います。まだ父ちゃんが理由かどうかわからないんですよね。だったらあなたが後悔しない選択をするのが一番いいと思います。たとえそれが逃避だとしても、たとえそれがお天気のいい平日に一人でピクニックをすることになるとしても。ちょ、何の話。プリンスさんはどうしたいんですか。おま、あのな、お、誰に向かってそんなこと言った。好きなことがわからなくて描いてみたいのに絵が描けない、そんな情けない僕に言われたくないですよね。でも僕は自分が好きなものが何なのか知りたいなと思っています。どうやったら分かるのか分からないですけど、でもそれが分かったらきっと絵が描ける。そしていつその時が来てもいいように描く準備はしています。ふーん、でもじゃあもし絵じゃなかったら絵じゃないかもしれねえじゃん。確かに僕は絵が描きたいんだと思ってた。でも確かに僕がやりたいのは絵じゃないのかもしれない。それは盲点だった。やっぱりさすがですね、プリンスさん。やめろその呼び方。目から鱗だ。そうだ、そうかもしれない。なんだ、そうか、だから描けなかったんだ。いや、絵かもしれないよ。そんなに生き生きされてもちょっと困んだけど。え、何これ。うん、僕は決めつけてた気がする。プリンスさん、この絵の動画あげます。なんか、なんかすっきりした。いや、マジで言ってんの。はい、ありがとうございます、気づかせてくれて。いや、別に特に俺は何もしてないかもしれない。でも僕は背中を押してもらった。だからやっぱりありがとうございます。どうぞ。だからどういたしまして。あなたは素敵な人ですね。俺が、はい、さあ僕はもう帰ります。なんか頭も心も目もすっきりしました。これから探そう。まずは自分の好きなものを。うん、じゃあ、あなたの幸運を祈ってます。あなたなら大丈夫、きっと正しい道を探せると思います。正しい道。で、ピンの他に絵の道具まで増えてんじゃん。俺何してんだよ。何これ、ビンビンじゃん。ウケる。随分とかわいい鉛筆削りだな。なんだこれ。バといえば、バといえば
何これ何これ、今までで一番意味不明だよ。え、何これクイズ。バといえば、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 あ、いやまさかな。マジで。多いな。バといえば、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 